ショーやった大切な取材があんねんけど、取材ちゃう撮影があんねんけど、なんとな日本代表オリンピックの高橋藍選手、瑠衣選手とコラボ決まりました。イエーイ。分かってんのか、分かってんのか、その喜び跳ねたね。はいはい、座って。なんとですね、バレーボールを教えてもらうことが決定しまして、でさらに、えバレーボールをするには何が必要でしょうか。はい、修大くん。ボールと、うん、あとは手で、うん、あのさ、はい、じゃあボール買いに行きます。レッツゴー。ラン選手のバレーシュートを俺が止めるから、うんうん、俺が止めるから、絶対骨折れるって。止める。いや絶対骨折れるって。できる。お菓子は見ないよ。見ない。高評価。おはよう。当日やな。どう、今からラン・ルイ選手バレーボール兄弟なん、兄弟ね、教えてもらうんだけど、お母さんの方がバレーボール見てたんよ。見とった。バレーボール見とって、だから逆にお母さんもびっくりしてるの。いや、うん、ほんまにどっちかといえば緊張する。そう、じゃあ行きましょうか。こんにちは。せーの、はい、お名前聞こうか。はい、高橋瑠衣です。お願いします。お願いします。高橋藍です。お願いします。お願いします。高橋藍。そう、何で呼びしてやねん。見て、お父さんの低さ。お父さん初めて、なんかいじめられてる気になるの。いやそこ引っ張ってもあかんで、誰と戦ってる。何してるの。すごいな。いいっすよな。痛くないの。逆それ。せっかくやってもらったのに。こう来て、なんか次周大後頭部やん。足見てください。足。チャンネル登録よろしくお願いします。上手な。
ヒゲ大丈夫。じゃあもう打ちたいね。打ちたいね。はい、じゃあ一本見る。一本。じゃあちょっとスコアするわ。すごいな。すごい。それは一歩一位にはなれる。一歩。じゃあこれやりましょう。これ練習。これやりましょう。せーの。アタック。アタック。イエー。ちょっと違う。なんか違う。ネット。ネットダメ。よっしゃ。いいよ。普通最初当たらない。どこに投げようとしてる？どういうこと？次お父さんがやってみる。これお父さんこれスパイク決めるわ。こっちに打ってるつもりが目線そっち合わしとったらそっち行くね、うん、え、そういうもんね。やばい。そうだよ、ごめんな。高評価。お父さんが秘密兵器持ってきて。うん、何いいこと考えたって。どうしたん？何完全な防具あります。いやめっちゃ秘密兵器やん。これ使っていいんかな。いや絶対臭いで。でも一回俺これさっき見せたらオチ終わってまうで。ちょっと一回お前確かに秘密兵器これ見て、はい、受け止めれるようにこれこれでなどうこうだこれでやったらいけます。あ、保証はしないですね。保証できないですよね。これもあるの。10代これでいく。来ました。あ、来た。これでいくわ。それ絶対危ないから。絶対な。いや、もう一回だけ。ホームラン行きます。あ、あんたらあそこ、そこら辺行ったら危ないや。やけどしてない。打撲してない。あ、でもお父さんすごかったわ。お、すごかった。かっこよかった。なんかさ、受け入れたやん。お父さんすごいよ、ほんまに。もう一回ちょっと見せてこ。ポリコにする。あ、じゃあジャッケンして。ポリコにしようか。まだ始まってない。オッケー、すごい。よし、いいことや。大丈夫や、ランも俺に分けて泣いてたから大丈夫や。やったやん。やったやろ。この高さで、ね、喜ばれますねえ。絶対そう。はい、座ってや。はい、なんかマイクかけていいですか。やばい危ない。お父さんすごかった。よかった。体腫れるように。お父さん赤いの見せたったらどんだけ。これどんどん赤くなって。これは後から治療していく。やばい。じゃあ高大君、今日どうでしたか。何が楽しかった。ドッジボール
とか転がしてバレーちゃうそこバレーちゃう何が楽しかったバレーもバレーもなオッケーはい、シュウダイ君どうぞドッジボールやってくれて嬉しかった嬉しかったよなドッジボールなドッジボールうっとしかったそれなオッケーほんならはい長男はこれうっとしいめっちゃわかるそれ長男はあの話もごめんごめん話しまった思い出してしまった話しまったはい、ユウダイ君どうでしたかシュウダイ負けてた嬉しかったシュウダイ負けてたまだまだフォロワーさんがラン選手に苦労されてますよみたいなって言われてコメントな、うん、そう、ほんで見てほんまに変があって左が痛いとかいろんなことあると思うけどまあほんまにはそれ連絡いたんですごいな、うん、まあ今日はどうでしたでしょうか、まあ、次のあの次場所移動して次に繋がるんやけどまず一旦どうでしたでしょうかちょっと世界のアスリートにそれやばいやっぱこうインタビューされちゃってそうですねまあでもずっと会いたかったので自分のバレーボールやっててやっぱしんどい時とかも三兄弟の、YouTube とか TikTok とか見て、まあ、最初 TikTok 始まったんですけど、まあ、それを見させてもらってずっとなんていうの癒されながら自分もっと頑張らないととかでこうやって会えてやっぱまたバレーボールの魅力とかも教えられたら、うん、それもまた次の世代につながっていくので、はい、今日はとても貴重な機会をいただき本当にこちら側としても本当に嬉しいので本当にありがとうございました、はい、ありがとうございますありがとうございますはいじゃあリー選手いい選手、はい、お願いします。自分もちょっと待って、ちょっとね、マイク取らんといて。これ意外と重いからね、手見て、手ちょっと震えてきてる。音声そう。あかんあかんあかん、これ持った。はい、いい選手。自分も本当ちびっ子の子たち大好きで、はい、本当今日楽しませてもらって、こうやってバレーボールとかいろんなことで遊べる機会を本当に大変ありがとうございました。はい、まあバレーボールじゃなくても何かしら。なんか興味を持ってやってくれると思うので頑張ってほしいなと思いますはいありがとうございますありがとうございますリバイス書いてるあのリバイスの中おっさんやでリバイスチャーレーありがとうございました行きましょう最後せーのありがとうございましたはい高橋選手、ルイ選手、また遊んでね。その早いな。コラボありがとうございました。え、またなんか何しに来たら言ってなかった。ホテル泊まりたい。一緒に。なかなかなハードルや。やっぱりこうスポーツしてる人すごい礼儀正しいね。うん。めちゃくちゃ優しい。まあ若くもしっかりしてる。うん。まあそうなってほしいなと思いますね。はい、あと、ラン選手、ルイ選手の、方のところでは、映画村、京都の、地元なのかな、ラン選手の。映画村の方で、出させてもらってるんで、ぜひ必ず見てください。はい、映画村見てくださいよ。せーの映画村見てください。で、概要欄に、ラン選手、ルイ選手の YouTube など貼っておきます。では、はい、最後に、バイバーイ。バイバーイ。しょうや。はい。男。三兄弟。三兄弟。大きい声で三兄弟。トントーダー。